大津ごもり、樋口一葉。18歳になったお峰は山村家の奉公に出た。この山村家、ご新造さんがきつい性格のため奉公人が長続きしない。しかしお峰はめげずに耐えていた。育ての親である正直者で評判の叔父の安兵衛が病気だと知ったお峰は、おいとまをもらって里帰りをする。安兵衛が病気になってからは、8歳の安兵衛の息子三之助がしじみを売って薬代を稼いでいると聞き、お峰は三之助を抱きしめた。なんて親孝行の子なんだろう。でもね、お前はいくら体が大きくても8歳なんだよ。お前の苦労をこれまで知らなくてごめんね。このあと安兵衛の話をよくよく聞いてみると、今度の大津ごもりまでに2円の借金を返さなくてはならないという。お峰は山村家に借金を申し込むから安心してと言い残して、お自宅を後にした。お峰は戻ると早速ご新造に借金の相談をした。だがすげなく断られた。この時先妻の子である石之助が帰ってきたので機嫌が悪かったのだ。ご新造と石之助は仲が悪い。石之助はご新造が自分の実の娘に山村家の後を継がせるために彼を家から追い出す計画を立てていることを知っていた。そのため遊び人になってわざと贅沢三昧な毎日を送っていたのである。一方安兵衛の借金の期限は刻々と迫っていた。焦ったお峰は今の引き出しから2円を盗んでしまう。今では石之助が昼寝をしていたが気づいている様子はなかった。とはいえ大津ごもりの日には大勘定という習慣がある。金勘定をされればお峰の所業はすぐにバレるに決まっている。お峰はもしすべてが明らかになれば、おじたち一家を守るために自殺する決心をしていた。大津ごもりの日、ご新造はお峰に引き出しを開けて中を確認するように命じた。観念してお峰が引き出しを開けると、中には紙切れが一枚入っているだけだった。引き出しの金、拝借しました。石之助。さては、遊び人の石之助の仕業かと、みんなは思い、お峰の罪を免れた。石之助は、すべてを知って、自ら罪をかぶったのかもしれない。ならば、石之助は、お峰の守り本尊ということになる。さて、この後二人はどうなっただろうか。おしまい。補足。1894年に発表された本作は、樋口一葉の困窮生活の中で書かれた作品です。当時の貧乏に生まれついた人が、いかに苦労していたか、真に迫る筆致で描かれています。山村家にとっては2円ははした金でしたが、お峰にとっては大金だったのです。2円は今の時代で換算すると20万から40万円くらいの価値です。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。